イマジニア株式会社は東京都新宿区に本社を置くコンテンツ提供会社である。社名はイマジネーションとエンジニアを組み合わせた造語で想像を形に変えるものの意味。かつてはミサーホームホールディングスのグループ企業であり、コンピュータ技術と融合する未来の住宅像を研究するために設立された経緯がある。 当初はコンピュータゲームソフト制作が業務の中心であり、メディアミックスの先駆け銀河伝承でファミリーコンピュータ市場に参入。ニンテンドー、NTT とディスクファクスを共同開発したのを契機に大人向けゲームを手掛けるようになり、日本国外タイトルの移入に力を注いだ。1998年に子会社のロケットカンパニーを 設立した後は携帯電話を利用したコンテンツビジネスを主体に置いてきたが2016年7月1日にロケットカンパニーを九州合併同年12月発売の任天堂 t e n d 3DS 用タイトルクデタマおかわりイカガスカーより今週マーゲーム事業に再参入した2013年4月1日には野球雑誌野球太郎の発行元であるナックルボールスタジアムを 九州合併した。2015年7月1日には再生可能エネルギー事業にも参入したが、2020年3月31日をもって事業を中止した。など2013年4月1日にナックルボールスタジアムを九州合併し、モバイルメディア事業本部コンテンツ事業部、ナックルボールスタジアムとなった。2015年7月1日に事業開始し、 農業用水路を活用した小水力発電を中心とする再生可能エネルギー発電事業を展開した。社外取締役には工学者で三菱総合研究所理事長を務める小宮山博士が就任した。2019年2月20日開催の取締役会により2020年3月31日をもって再生可能エネルギー事業を中止することが決議された。 ABCDEFGHIJKL イマジニア株式会社第44期優価証券報告書イマジニア株式会社定款第1章第1条遊芸デラックスステージ 3P80 当社子会社の吸収合併に関するお知らせイマジニア2019年3月1日閲覧新体制のご案内ナックルボールスタジアム2013年3月31日 AB 再生可能エネルギー事業への参入。イマジニア2019年3月1日閲覧。AB 再生可能エネルギー事業の中止に関するお知らせ。イマジニア2019年3月1日閲覧。ありがとうございます。